ウェスレーのカンタータ、ザ・ウェスタンスカイワズ・パープルド・オーア・ジヒツフの最初のページ・チャールズ・ウェスレー・ジュニアは、イングランドのオルガニスト、作曲家。チャールズは、聖歌作曲の王家でありメソジズム創始者の一人でも、あるチャールズ・ウェスレーの息子、そして、チャールズと同じくオルガニスト兼作曲家であった、サミュエル・ウェスレーの兄である。チャールズは、大抵の場合、 彼よりも有名な父との混同を避けるために、チャールズ・ウェスレイ・ジュニアと呼ばれる。彼は生涯結婚することなく、人生の大半を母及び姉妹と共に暮らした。ウェスレイの知名度は、弟のサミュエルには遠く及ばない。しかし、彼も、サミュエルと同じく幼少期から音楽的才能を表しており、3歳になるより前に、オルガン演奏を行っていた。そして、 大人になってからは、プロの音楽家として活動した。マシューズは1784年のヨーロピアンマガジン誌を引用しており、そこには、彼のオルガン演奏はこの上ない喜びをもたらした。と記されている。しかしながら彼は公開演奏を好まず、主に詩的なオルガニストとして演奏を行っていた。彼は18歳の時に初めて女王の宮殿で演奏しており、 生涯多くの場面で皇室とつながりを持っていた。ジョージ4世のために私的に演奏を披露したのも、そのような中の一つである。彼の作品のうち一握りのものは今日でも演奏されており、近年発見されたヘタン長の鍵盤楽器のための、ソナタは2007年2月1日に、南メソジスト大学のパーキンス工科学校で、上演された。これは、チャールズ・ウェスレイ生誕300年。 チャールズ・ウェスレイ・ジュニアの生誕250年の年にメソジストを祝う催しの一環として行われた注釈ありがとうございます。